信毒の花戦え僕らのアイアンキング守れ緑のこの大地ショックショックアイアンショック霧の中からアイアンキング美しい地球、我々のタイタン星雲とは比べ物にならない豊富な資源がここにある。諸君、我々はまずこの極東の国日本を手始めに全地球を支配するのだ。行けタイタニア2号。タイタニア。なんだあれは。待てー、こら待たんか。止まれ。よし、あっち回れ。くっ、うん、おとなしくしろ。おっす。いや、苦しくない苦しくない。うん、元気でな。しばらくしばらく。うん、あよ、熊隊員、元気かね。よし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 。静か隊員、霧島隊員、その態度は何ですか。いや、参った参った。こういう女性が国家警備機構にいたっけな。いや、知らねえな。あの、お初にお目にかかります。私、ちょっと待て待て待て。俺に先に自己紹介させんの。俺はだな。その言葉遣いは何ですか。それでも国家警備機構の隊員ですか。だから、それ固いこと言わないでよ。そうそう、女の子は女の子らしく可愛らしくしなくて。よしてください。静香源太郎、霧島五郎、両名を隊員規則違反で処罰するよう指針します。あれでも女かね。静香源太郎参りました。霧島五郎はただいま到着しました。やっと帰ってきたか。こりゃじゃ坊ども。そりゃないですよ博士な。五郎、あの、急に呼び出されたってこと何かあったんですか。うん、実はここ数日しきりに怪しい電波が乱れたんだよ。何ですかその怪しい電波ってのは。これは悪い想像だが、ひょっとしたら他の天体から来た宇宙船かもしれない。へえ、宇宙人が来てるんですか。で、奴らどこにいるんですか。わからん。ただ発信音の消えたのはこの辺りだ。宮城県と山形県の県境を走る奥羽山脈の上空だ。黙ってちゃ何もわからんじゃないか。名前を言え。住所はどこだ。まあ我々を馬鹿にするのか。マントを取れ。その目を外すんだ。お前は一体。タイタニア。ケンドジ、シワ博士の推測が当たってこと。ああ、おめの声より年の子、伊達に年は取ってねえな。Ha ha ha!
よせよせ、相手は宇宙人だよ。バカ野郎、そんな暇あるか。いや、よせよ、宇宙人だよ、相手は。タイタンや。だから危ないって言ったろ。やつは人間じゃないんだから。おい、気をつけろ、ケンタロウ。ケンノジ、ケンタロウ、だからよせっつったろうが。アイアンショえ、何者だ。待て、ちくしょう、逃げ足の早野郎だ。逃げんじゃねえんだから、しょうがねえ。人間どもせいぜい楽しんでおくがいい。もうすぐ地獄の底へ叩き込んでやる。2号、どうやら東京の破壊は失敗したようだな。残念ながら静香源太郎とアイアンキングに阻まれた。何がアイアンキングだ。よし、次の手段だ。大丈夫か？大丈夫だよ。あれ？おじさんの目を見てごらん。もう見ている者は誰もいないな。何ランニングバルーンバンの用意。タイタンや。
ルーンボン登場ぞい。嘘じゃないよ、本当なんだ。でっかい虫なんだよ。クロマントの男が操ってるんだよ。虫の口から風船が出てきたんだよ。お、虫の口から風船が出た。うん、わらしっこ夢でも見てんだろ。本当だよ、信じてくれよ。あ、なんだろう。わあ、降ってる。ちょっと見せた。何だろう、これ。何だろう、おかしいな。何だろう、おかしいな。おかしいな。え、わあ、降りてきたのかな。うわあ、すげえ。あ、しまう。じゃあ、あの風船の材料も、中の毒薬も、地球上にない成分でできているとおっしゃるんですか。よくは分からんが、多分タイタン星雲から来た連中ではないかと。タイタン星雲の連中。じゃあ、タイタニアンっつの。そのタイタニアンは今一体どこに。それが分かってればいいんですが。そう、それが分からば苦労しないんですがね。あ、まったくその通りですね。大使、信じてくれよ。本当にでっかい虫の口から風船がいっぱい出てきたんだってば。もういい加減にしなさい。大人をからかうなんてとんでもない子供だ。さあ、もう忙しいんだから帰りたまえ。さあ。本当だよ、本当に風船が出てきたんだよ。おや、今言ったことは本当か。本当だよ。どうかなさったんですか。たった今な、東京を怪しい毒薬入りの風船が襲ったという知らせがあったんだ。おや、ちょっと待っててくれ。うん。国家警備機構本部、大至急だ。何、それは本当か。はい。博士、たった今山形県の蔵王から巨大な虫が無数の風船を吹き出したという電話があったそうです。蔵王、宇宙船の発信音の消えた場所だ。じゃあ奴ら、ここに本拠地を作ったってわけですか。健太郎、五郎、行ってくれるか。当分休みもなさそうだな。しょうがねえな、これも世のため人のため、うん、行くか。行きましょう行きましょう。それじゃあちょっと行ってまいります。待て、藤森隊員を呼んでくれ。ちょっと俺たち急いでんですけどね。あの、まごまごしていて奴らが暴れ出したらどうするんですか。静か健太郎、霧島五郎、貴様たちは一度出て行くと勝手気ままに歩き回って本部との連絡を怠り、報告もろくにしない。いいじゃないですか。多めに見てください。お呼びですか。紹介しよう、藤森典子君だ。今日からはお前たちのお目付け役として同行する。いいな。この女が。それだけ勘弁してくださいよ。文句を言うな。藤森君、いいね。はい、このだらしのない二人に国家警備機構の隊員としての精神を叩き込んであります。こらー、剣の字、地獄だな。品のない方。うん、結構なお味。うん、うん、うん、何すんだよ。仕事中です。完食はやめてください。いいじゃないか、3人だけなんだからさ。私のいるうちは許しません。可愛いのに女。ねえ、勘弁してよ、天子ちゃん。天子？だってさ、のり子ののりっていう字は辞典の天っていう字書くんだよね。おお、なるほどね。天子か。こりゃいいな。なあ、天子ちゃん。やめて。私、天子って言われるの一番嫌なの。天下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 。こんにちは。変ね、誰もいないのかしら。なんだ、幽霊屋敷みてえじゃねえか。
ごめんください、誰もいないんですか。どうしたんですか、泊まり客は誰もいないんですか。タイタニアンの騒ぎでみんな逃げてしまったんですよ。ありがてえ。おい、俺たちだけだ。じゃあ早速一風呂浴びてキューッと一杯。冗談じゃないわ。お部屋が決まったら早速調査に出かけます。ああ。女の方はこちらです。ロビーで待ってます。分かってるよバカ、うるさい。地獄だな。お二人はこちらです。分かってるよバカ、うるさいんだよ。さっさと開けろ。ほらよし。いやこれでいつものようにお前と二人っきりだけだとさ、ゆっくり風呂にでも入るんだけどな。バカ野郎、とぼけたこと言うな。おりおり、なんだお前、天候に影響されちゃったのか。五郎、似合わねえか。あ、分かった、ごめん。調べに行ってくる。うん、どこ行くんだよ。ごめんな。お呼びでございますか。あの人たちの部屋へ電話して早く来るように言ってちょうだ。かしこまりました。何すんのよ。待て、やっぱり現れたな。離せ、なんだこれ。見ろ、一台もなくなっちゃったじゃん。
イアンショック。から使ってきた解毒剤よ。あなたせ、いつまでこんな薬を始めしやがったんだ。いいから早く飲みなさい。はい。タイタニアの前線基地ね。いよいよ決戦だな。揺られてゆく